それでは、染色体と DNA と遺伝子、そしてゲノムまでね、ちょっと見ていこうか。まずね、昔の人は細胞の中に染色液でよく染まるものがあることにもう気づいてますか？核って普段は無色透明だけど、酢酸カーミンとか酢酸オルセインとか、染色液加えると、よく染まるものが核の中に現れます。それを昔の人はなんだかよくわかんないけど、染色されるものだから、染色体って名付けました。今ではその染色体の、が何でできてるかがもう分かってて、この染色体は DNA とタンパク質でできてます。まあ生物基礎範囲外だけど、こんな風にタンパク質に DNA が巻きついてます。これが DNA、タンパク質に DNA が巻きついて、さらにそれがいくつにも折りたたまって染色体になってます。だから染色体をこう解きほぐしていくと、解きほぐしてここをめっちゃクローズアップすると、染色体を解きほぐしてめっちゃクローズアップすると DNA とかタンパク質が見えてきます。でももちろん肉眼とかあと光学顕微鏡で見える世界ではありません。で、染色体は DNA タンパク質でできてるってことが分かってて、で、DNA ってこんな風に二重らせん構造してます。で、DNA の役割って何かっていうと、この DNA の役割はタンパク質の設計図なんですよ。面白いね、タンパク質の設計図がタンパク質に巻きついてるってちょっと面白いね。タンパク質の設計図、まず DNA のある領域がコピーを取られます。コピーを取られることを転写って言います。で、転写されてメッセンジャー RNA っていう、まあ、DNA の、コピーみたいなものができて、で、その DNA の情報を写し取ったものを元に翻訳って言ってタンパク質が作られていきます。タンパク質ってね、いろんな形してるんだけど、まあなんだ、ぐにゃぐにゃに折れ曲がった鎖みたいなもんです。アミノ酸がつながった鎖みたいなもんです、タンパク質。こんな風に、DNA の中のある領域は、コピーを取られて、でそのコピーからタンパク質ができてる。だからこれは、だから DNA ってタンパク質の設計図みたいに言われます。で、DNA ってめちゃめちゃ長くて、こうもうめちゃめちゃ長くて、 DNA ってめちゃめちゃ長くて、で、ここが転写されてタンパク質ができる場合もあれば、この辺が転写されてタンパク質ができる場合もあるんですね。また別のね、また別のタンパク質ができる場合もあるんですよ。だけど、これすげえ面白いんだけど、 DNA ってめっちゃ長くて、だけどこの転写が起きてる場所って、タンパク質の情報が、まあ、難しい言葉でコードされてるって言うんだけど、まあ、タンパク質の情報を含む領域って、こういう領域って実は人なんかだとね、めちゃめちゃレアで、ほんの数パーセントしかないんですよ。だからほとんど転写されてないんですよ、この辺とか。あ、今分かってる限りはね、転写されてないんですよ。なんで、こういう、あ、これタンパク質の情報、ここタンパク質の情報があんじゃんって、こっからタンパク質できてんじゃんっていう超レアな領域を遺伝子領域、遺伝子っていうんですよ。高校生はね、もう遺伝子イコール転写される領域って考えて大丈夫です。大学の先生なんか怒るかもしれないんだけど、遺伝子イコール転写される領域、転写される領域。え、じゃあここはこういうとこ何やってんの、ね、こういうとこ何やってんのって言うと、実はここもすげえ面白いんだけど、こういう転写されてない非遺伝子領域って、非遺伝子領域、遺伝子以外の領域何してんのって言うと、ほとんど分かってないんですよ。今生物学者はね、この非遺伝子領域どんな役割があるのか、もしくは何の役割もないのか、頑張って研究してます。なんか不思議なんですよ。だからこれ、こんなにね、近いところに遺伝子がね隣接するなんて結構レアで、なんていうの、 DNA ってめっちゃ長いのに転写されてる、なんか、まあ、見るからに使ってるなーって領域はほんのわずかしかない、数パーセントしかないっていう。だからなんていうの、やったーって、1000ページの大小説、大なんだ、1000ページのものすごい長編小説書
買ってきたぞって言って、よーしって読み始めたら、もうね、意味のない文字ばっかり、意味わかんない、あーとか、うーとか、あいうあいうとか、えらいこれ、ないこれって、全然ずわーめくってくと、ずわーめくってくと、あ、やっと物語始まるみたいな。で、すぐ物語中断されて、また意味のない文字列がずわー続いて、で、またやっとなんか、第2章が書いてあるみたいな、もうね、俺たちの DNA っていう本の中の意味のある領域って、ほんのわずかしかないっていう、ここもすげえ面白いんだよね。まあ、その意味のある領域、転写されてタンパク質作ってるぜって領域を遺伝子というと。で、最後にゲノムっつうのは、ゲノムもね、いろんな定義があって、てかこの遺伝子もね、ものすごいいろいろ定義があって、いろいろ定義があるんですよ。だから一応ね、初めはこう覚えとけばいいよっていう意味でね、これね、まあ辞書引けば分かると思うけどね、いろんな使い方されてるんですよ、遺伝子って。で、ゲノムって言葉もものすごい広い意味があって、まあ、東大なんかその、なんていうか、ゲノムの広い意味をまんま出してるけど、でも、まあね、まずはね、皆さんね、ゲノムはね、教科書の意味はこんな風に覚えておきます。ゲノムっていうのは、精子とか卵に入ってる染色体のワンセット。精子とか卵って染色体、つまり、あ、DNA がこれね、一応ね、これね、1本の DNA って折りたたまれて1本の染色体になります。DNA って折りたたまれて1本の染色体になります。だから精子とか卵の中に実はね、23本の染色体が入ってて、それつまりこの23本の DNA が入ってるってことになります。卵の中も同じ、卵の中も23本の染色体が入ってる。で、つまり、1本の染色体は1本の DNA だから、まあ、23本の DNA が入ってる。で、この精子とか卵の中に入ってるこの23本シリーズ1セットを1セットのゲノムって言います。こっちもそう、1セットのゲノム。だからね、この精子とこの卵が合体して受精して受精卵になるわけだけど、で、この受精卵が細胞分裂繰り返して赤ちゃんになってくるね。だからこの受精卵の中には精子からもらった23本の DNA、 卵からもらった23本の DNA があります。だから受精卵の細胞は46本の染色体、まあ、DNA を持っていて、これは2セットのゲノムです。なんで、精子とか卵の中にある DNA の1シリーズを、あえてゲノムって名付けたかっていうと、一応ね、この中に、この1セットの中に、遺伝子の種類がね、1シリーズ揃ってるんですよ。だから、精子と卵から同じ種類の遺伝子もらうんで、で、この受精卵が体細胞分裂して、どんどんクローン作って、体になっていくんで、こういう生物って同じ種類の遺伝子をね、2つずつ持つことになります。なんか同じ種類の遺伝子2つ持つのってちょっとね、クエスチョンかもしれないけど、例えばみんなさ、中学校で、メンデルの遺伝とかやったと思うけど、メンデルの遺伝の時にさ、ラージ A スモール A とかさ、ね、ラージ A ラージ A みたいに遺伝子を表したじゃないですか。これって明らかに同じ種類の遺伝子を2個ずつ持ってるよね。だから結構ね、こんな風にね、同じ種類の遺伝子を2個ずつ持つって結構珍しいことじゃなくて、進学生物の中では珍しいことじゃなくて、だこんな風に同じ種類の遺伝子を2個持ってんで、で、どれが一番なんていうかシンプルな最初の単位かなって考えたら、あ、じゃあ、まあ、精子の中の1セット、卵の中の1セット、この1セットの中に、まあ、1シリーズの遺伝子が入ってるから、でこれがなんていうか、これを基本と数えましょうかって意味で、遺伝子のまとまり、遺伝子のまとまりっていう、遺伝子のまとまりっていうイメージで、遺伝情報のまとまりっていうイメージで、ゲノムっていう言葉が生まれました。
もちろん、かなり限定的な使い方で、俺たちの細胞のミトコンドリアとか、あと植物の細胞の葉緑体とかって DNA 含むんですよ。なんか核の中に DNA があるってイメージかもしれないけど、ミトコンドリアとか葉緑体とかってかあの DNA 含んでるんですよ。ただミトコンドリアの中にある DNA の全遺伝情報をミトコンドリアゲノムとか言ったり、葉緑体の中にある全遺伝情報を葉緑体ゲノムとか言ったり、結構ゲノムってね、結構いろんな使い方されるんですよ。なのでかなりこれ限定的な意味だし、いろんなね細かいこと全部はしょってるんだけど、まあまずは初めはね、あの生物、高校生物の教科書に合わせてこう覚えておきましょう。精子の中に入ってる、または卵の中に入ってる染色体のワンセットを、ワンセットのゲノムというと。で、たまに、ゲノムサイズはって言われることがあって、なんかゲノムサイズはってなんかこのサイズってどういうことじゃいって思うかもしれないけど、ゲノムサイズって聞かれたら、これね、23本の DNA があるんですよ。で、DNA って、これちょっとはしょって書いちゃったけど、塩基と塩基が手を結んで塩基対、塩基対になってます。1塩基対、2塩基対、3塩基対、4塩基対、5塩基対、6塩基対っていうふうに、塩基対がずらーっと並んでるものがこれ DNA です。ずらーって7塩基対、8塩基対、9塩基対、10塩基対、11塩基対、12塩基対ってずらー並んでます。それをこれ23本ある DNA の1本目の初めから全部数えるんですよ。1塩基対、2塩基対、3塩基対、4塩基対、5塩基対、6塩基対、7塩基対、8塩基対、9塩基対、1本目終わったら次ねって、何塩基対ってずっと数えてったら、23本数え切ったら、30億塩基対数えること、30億塩基対含まれて、大体30億塩基対含まれていることが分かるんですよ。これを人のゲノムのサイズっていうんですね。ちょっと変な言い方だよね。まあ繰り返すけど、23本の DNA、 卵とか精子の中に入ってる、人揃い、遺伝子が入ってる23本の DNA をワンセットのゲノムという。でそれを1本目から23本目まで全部塩基対を数えていくと、塩基と塩基が手を結んでるのを見て、はいお前1塩基対ね、男の子と女の子が手を結んでとかね、お前君たちが1塩基対ね、塩基と塩基が手を結んだら2塩基対ね、3塩基対、4塩基対ってこうザー数えていったら、23本終わった頃には30億塩基対数え終わるんですよ。でそれを人のゲノムのサイズって言うんですね。でこれがね、ゲノムの、意味です。さっき言ったみたいに、さっきも言ったけど、かなりね、ゲノムって定義が広いから、迷っちゃうこともあると思うんだけど、まあね、すげえ難しい問題は、その問題文のリード文に、ゲノムの定義を合わせると。だけど、まあ何も言わない限り、このね、高校教科書的なゲノムの解釈をしておきましょう。卵とか精子の中に入ってる23本の DNA をひっくるめて、ワンセットのゲノムというと。以上、染色体、DNA、遺伝子、ゲノムの違いでした。